どうも芸人×プラス TS でございます。吉本芸人用の高谷と申します。よろしくお願いします。あれワンチャン覇王ある、637ワンチャン覇王あるんじゃないっていうね話ですけども、今日はねまあそこじゃございません。さあ今日からダルビッシュチャレンジカップが始まりました。さあ猛者どもが集う大会始まりました。私大野高野はね、ガチらせていただきます。今日から連日大会放送させていただきます。よろしくお願いします。狙いはねリボン1000以内です。はい、頑張りたいと思います。でその前にちょっとね、今日鋭角が来てるんですね。鋭角定ガチャがね、まあそれはいいんですけど、それより大事なのが一つあります。はい、このねプレミアムストアっていうのがねできたんですよ。はい、でプレミアムストア僕もね購入したんですけど、ここでダルビッシュチャレンジカップここを押すと、10エナジーで、このアイコンが手に入れられると。はい、いうことでねもうぜ早速買いました。はい、こちらですね。アイコンがダルビッシュチャレンジカップ、これになってますね。ここはねこれかっこいいよね。パドレスのユニフォームまあそっくりだしさ、そう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 、なんかダルビッシュさんのねここのセレクションのダルビッシュさんと相まってなんかすごいねいい感じだなって思いました。はい、いや本当良かったです。さあじゃあね今から大会やっていきたいと思います。メインディッシュでございます。リアル起動杯になってますね。さあ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 、今大会、望む僕のガチオーダーこちらでございます。はい、まあね守備も重視して打撃も重視してまあバランス型のメンバーにしました。はい、まあ特筆すべきはやっぱここかな、中地。はい、セレクションに写真変えましたけど、TS 中地をショートのレギュラーに大抜擢ということでございます。はい、でまあ落合さん、山田さん、阿部さん、村上さんはまあいつも通りの控えですね。でスタメンもこんな感じですね。まあ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 この9人でいやこの13人かこの13人でね、野手、頑張っていきたいと思います。なんとかね、勝ちたいね。リボン狙いたい。で打順がね、1番ライト、翔平、大谷。2番が、ショート、中地と。で、3番はギータ、センター、ギータ。4番、ファースト、キング、王さん、ね。5番、レフト、マッサ・タッカーズ、ね。で、6番、佐藤久保さん。もう、レベチです。はい。で、7番、キャッチャー、古田さん。ね。で、8番に指名打者、バーランティンです。えぐいっすね。9番セカンド菊池選手とございます。でねピッチャーね悩みに悩んだんですよ。こっちは本当にね千賀さん、石川さん、則本さん、上沢さんもすぐ決まったんですよ。はい、我らがダルビッシュさんをどうするか。まあ正直ね、このリアル軌道だとちょっとねこのダルビッシュさんが、まあ、スラーブってちょっとどうなのっていう感じなんですよ。そうそうそう、ダルビッシュさんだったら有原さんの方がなんか抑えられそうだなっていう感じはしてるんですよ。昨日ね、ルーム戦やったんですけど、ただねやっぱダルビッシュ杯なんでダルビッシュさん入れなきゃあかんでしょということで僕は入れます。はい、ダルビッシュさんをエースに入れます。はい、なんとかね、ダルビッシュさんで勝ち拾いたいです。今日はで中継ぎ陣も、まあ、宮西さん、松井さん、福君っていうのはもう変わらずですね。で増田さん入れました。はい、増田さんね進化が強いんでリアル軌道は増田さん入れて、抑えは大魔神。大魔神全然打たれないですよね。ほんとすごいからもう困った時はもう大魔神出します。はい、てな感じでね、これから1試合大会やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ始まりましたユートリションということでね、来ました来ました。あなたはまだ本当のダルビッシュを知らない。相手の投手石川さんですね。さあ行きましょう。石川さんスクリューかな、やっぱ嫌なの。さあリアル軌道どんな感じかっていうね、こんな感じです皆さん。はい、なかなか打ちにくいですね。さあ行こう。うん、やっぱこれね多分俺接戦になるような気がするんだよね。多分この大会は多分だけどなんかあんまり打たれないし打てない感じで終わると思います。OK。 あー持たない、今のはチャンスボール。最後中地、中地は打ちやすいところを見せよう。うん、いや大会いいね、緊張感があるね。やっぱりなんかねいつものランク戦とはやっぱ違うね、緊張感あるわ。行こう。うん、
やっぱこの大会はスクリュー、おい中地バモ中地あれです。いや俺さっき今言おうとしたけど、スクリューが鍵になると思うんですよ。そうでね、俺最初のうちはあのスクリューめっちゃ打てない、全然打てなかったんだけど、昨日ルーム戦でやったら結構ね打てるようになってきたんですよ、スクリュー進化。そうそうそう、そしたら出ちゃったね、出ちゃいましたね中地。ほら、いやよかった、中地で打ててよかった。 OK、 これヒットでしょ。あのね、カーブ系はそんな強くないんですよ、リアル軌道。そう、なんまね強くない、カーブスライブだから。ダルビッシュさんどうかなって俺は言ってんだ。そうそう、あーもったいない、これ、あー超える OK、 ナイス。帰ってこない、あー帰ってこないか、もう1点取りたいな。もう1、2点、次多分ストレート来ると思うんだよ俺の予想でしょ。おっこ、さあダルビッシュ杯、ダルビッシュさんが出ないと始まんないでしょってことだよね。ここのスラーブがね結構いい曲がりはするんだけど、あんま変わんないんだよね、はっきり言って。通信もね結構打たれやすいんですよ。そう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 、だからそこは要注意だね。 OK、 ナイス。ダルビッシュさんやっぱちょっと微妙かな俺の中で、もしかしたらこの一戦だけで終わるかもしれないです。マジで、あ振ってこないね。でこの高めのストレート、これが結構肝なんですよ。 OK、 ナイス。おし古田さん、ナイス。バッターボックスは3番、柳田。いやー中地のホームランで幸先いいわ。ほらね、カーブ別にそんなにさ、別にリアル軌道とか関係ないじゃんあんまり。よく見ましたね。スラーブもそうなんです、あんま関係ないんだよな。ダルビッシュさんやっぱ開幕だけかな、開幕ゲームのみかな。さあ新之助さん行こう。うわ中川さんか、中川さんどう、スラーブか、スラーブと。いやそんな俺強くないと思うんだよな中川さんは。あーまあ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 、あーあかん、やってもだ。あースラブ強いかな、なんだかんだ言ってあんまりスラブそういえば当たってなかったかもな。わあでもやっぱちょっとね変化的にあんま変わんないから。あーミスター。落合さんでね、なんとかホームランもう1点ぐらい欲しいな、マジでもう1点ぐらいは欲しい。ツーシーム待ってんだけどな。あーミスった、ツーシーム来なかったね。最高、系統がめちゃめちゃ大事だからねこの大会は。本当に1本でもヒット打たれたらもうやめた方がいいかなっていう感じもするよね。OK、 ナイス。 OK、 サード小久保さん OK。 さあダルビッシュさんいいよ、なかなかいい滑り出しではあるよ。あんまねやっぱツーシームスラブそんな変わんないな。センター取れる、あレフトナイスナイス。 OK、 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 OK、怖いねやっぱ一発打たれたら、さっきの中地みたいにね一発打たれたらもうなんか致命的みたいなのはあるんですよ正直。そうそう、この大会1点取るのむずいから。 OK、 ナイス。いやカーブで OK、 ナイス。さあまた1番からですね、行こう。翔平、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。あーやべ、ストレート打てないな。ちょっとストレート張るわ。ストレートはやっぱストレート張らないと打てない。うん、スラーブ頭に入れちゃダメだね、ストレートだ。あーミスだ。ちょっとやっぱ初戦どっちとも攻めあぐねてるね。あーちょっとストレートで押してきたな、ストレート待ってみよう。
あーボールか。ちょっとこっちもストレートかな。やっぱストレート打ちにくいね、うん、でツーシームとか織り交ぜたりね。 OK でスラーブセンターナイス。いやスラーブも危ないなやっぱな。ちょっとここのスプリット投げてみようか。 OK よ。スプリット結構いい味出すね。あーしょうがない。交代。東北高校リレー、はい、東北高校のダルビッシュさんの大先輩佐々木さん大魔神ガチでここはもう勝ちに行きたいね。わーこれもうレベチでしょ。これ打てないでしょ。おいこれボールでいいよ。あオッケーナイス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 。いやーこの大魔神は打てないと思う俺で。ちょっとストレートなんか投げちゃったりしてね。 OK ライトありがとうございました。